はい、ということで今日のパート64始めていきたいと思います。はい、約束します。それは嘘をついてる顔ですよ。絶対この中でシャノンちゃんが一抜けする。私にはわかるんです。奥手そうな子がいつもみんなを出し抜くんです。なんだよこの野郎、白状しろ白状しろ。あ、お許しくださいお嬢様。くすぐったい。そんな風に賑やかにしながら、日曜日のゆっくりとした午後の時間が過ぎていった。日曜日、まあ学校はないってことか。私は喧騒の輪を外れ、空、窓より空を見上げる。バトラさんも今頃どっかで私たちと同じように友人たちに囲まれ、同じような話題に花を咲かせているのでしょうか。同じような話題？恋愛トークってこと？私がこうしてあなたを思っているように、あなたも私を思ってくれているといいのですが、それを狙ったら私があなたを信じていないと認めるのと同じこと。待ちます。そしてあなたが迎えに来た日に、その場でこの仕事を辞めると宣言します。それを狙ったら私があなたを信じていないと認めるのと同じこと。この理論だと、例えば好きな人がいて、いや好きな向こうが自分のことを思ってくれたらいいなっていうふうに、ねだることイコール向こうのことを信じていないことになる。いや、その理論強すぎくね、マジで。これどんな人にも当てはまるやん。これ完全に、これなんかその危険な、結構危険な発想だよなこれ。だいぶこれ危険な発想ちゃうかこれ。その心の準備はもうできているんです。でもまだあなたは来てくれません。それはあなたが来てくれないからではなく、私の決意がまだ足りないからなのでしょうね。あなたと一緒にいたいと願う未来を私がまだしっかり描けていないからなのでしょうね。待ってます。いつまでも。あなたが白馬にまたがって迎えに来る日まで、私はいつまでも大事にしていますから。あなたと私の大切な決意の約束。男と約束なんかしちゃダメです。まあでもこの感じだと、まあ一応シャロンとしては別に1年だけじゃなくて、まあ2年でも3年でもいつまでも待つっていう風にはなってるね、一応。で、それだ、その理屈だと、まあ別に6年後でも結局いいやんっていう話にはなる。けど実際6年後にバトラーが来て、事件が起こったってことは、まあ何かあったんでしょうね。当てになりませんって。私の心の声に対して言ったのかと思い、思わずビクリとしてしまう。もちろんそんなはずもないのだが。やっぱその辺さ、男と女で価値観ってかなり違うと思うんだよ。違います違います、全然違いますって。基本的に女の子は夢見がちで、男は何も考えてなくて適当って感じです。その通り。その通り。異性同士で心を通わせるってやっぱ無理なのかな。なんか切ない表情してるのがなんか草。相当難しいと思いますね。遠い目をするジェシカ。女はすぐに相手のことが分かったような気になっちゃう悪癖がありますから、男の言う特に深い意味のない言葉にいちいち何かを感じてしまって、なんか痛烈な
痛烈な皮肉を言ってるようで、ちょっと待って、笑っちゃうわ、これ。特に深い意味のない言葉に。勝手に勘違いしちゃうって、結構ありますから。強烈な皮肉やん、これ。完全にこれ、完全にこれ、シャノンのこと揶揄しとるやん。ああ、いるいる、そういう子。はために見て、どう見ても大したこと言われてないのに、一方的に彼は私に気があるとか言っちゃってる子、いる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 。煽られとるし。完全に痛い子扱いやん。女の一方的な考えって痛々しいですもんね。痛々しいとか言われとるぞ。でこれさ、あの同性のあのまあ、女子から言われるだけならともかく、これバトラーに対しても結局同じようなことになるからね。6年後バトラーが、ああやべ、そんな、こっぱずかしい過去掘り出すなよ、そんな、ガキのこと、ガキの時に言った約束なんだ、いちいち思い出すなよ、みたいな。結局、バトラーにすら言われるっていう。あははは、お嬢様たちは笑い合う。女の一方的な勘違い。それ、私のことなの？うん、そんなことない。だってバトラさんははっきり約束してくれたもの。いや、そんなことあるやろ。話の流れ的にどう考えてもお前やろ、これ。白馬にまたがって迎えに来るぜって。それ、いや、まずこれ、白馬にまたがっての時点でちょっとネタくさいもんな、正直。これ白馬にまたがってがなかったらまだ信憑性あった。白馬にまたがっての時点で俺ネタの可能性あるよね、正直。てかネタ度が上がってるからな。白馬にまたがってっていうフレーズがなかったならまだワンチャンあった。白馬にまたがってがある時点でちょっとネタとして言った発言の可能性がかなり出てくるっていうね、そういう判断方法がある。それを疑っちゃダメ。お嬢様たちのこの会話はきっと、私の決意を試そうとする、神様の試練に違いない。すげえな、こいつ。解釈やばすぎやろ。いや、こいつや、妄想力、やばいね、これ。想像の神だろ、こいつ。一から全てを生み出す想像の神やん、これ。想像力たくましすぎるだろ、こいつ、マジで。いや、確かに想像力がなんか、魔法の源泉とかしたら、確かにこいつ、すげえ魔法使いや、そういう意味だと。妄想力やばいわ、これ。神よ、これ。マジで。だから気にしない。気にも止めない。いや、気にしろや。勝手に心が通じたとか思っちゃう。痛い女の子にだけはなりたくねえぜ。すごいね、これ。プレイヤーの、意見を、代弁してくれとるやん。いや、俺の思ってることを代弁してくれるから、まあ、ありがたいわ。ジェシカとマモン。マジありがたい。いや、どう考えて痛いだろ、これ。痛いてってか、これマモンの名前なんて言うんだろうな。使用人としての。私を惑わそうとする悪魔。悪魔の嘲笑か。私を。悪魔。いや、これは、なんというか、まあ、ちょっと失礼な感じもあるけど。やばいな、これ。なんか、マジ、いじめられっ子みたいな、いじめられっ子みたいな発想がちょっとおもろいな、これ。悪魔のちょ、いや、別に、おかしいこと言ってないよな。普通にこれ正論だよな。変なこと言ってないよね、マジで。普通にこれ正論言っとるよな、ジェシカも。あの、マモンも。なんでこの正論を素直に聞き入れないのかがね、マジでちょっと、よくわからないし、まあそういうなんか客観的で、冷静な意見を、ちゃんと自分ごとし、として捉えられない、ヤスはマジで痛いし、まあバカだよな。きっと今度の親族会議では、迎えに来てくれるはず。
しかし1982年の親族会議にもバターさんは姿を見せてくれませんでした。まあルドルフと復縁、まあ、復縁というかルドルフの家に戻ってきてないんだったらそれはまあ来ないでしょうね。彼が最後にいらした親族会議から少しずつ何かが変わっていきます。ルドルフ様の新しい奥様キリエ様、いつまでかすっかり馴染まれていて慣れた様子で船を降りられます。その子供エンジ様は元気に成長されており、親族の皆さんの注目と話題を一身に集めています。親族の皆さんの注目と話題を一身に集めている。まあでもその割に本編でさ、エンジちゃんはどうしたんやっていうこと全然言われなかったけどね。エピソード1の時。マジで。そして当時はまだ小さかったマリア様ももう5歳。あ、5歳か。まあ、本編の時は 9歳だから、まあ4年前だね。本編から5歳だったら、まあでもまだ小学校入学前か、もうそろそろか。すっかり元気盛りになられ、ジョージ様と楽しそうに遊ばれています。ジェシカ様とジョージ様はもうバトラさんがおられないことについては話題にされませんでした。それは親族の方々もでした。バトラさんがおられないことについてまるで忘れ去ってしまったかのように誰も話題に触れないのです。おられない、いらっしゃらないじゃなくておられない。マリア様に至っては最後にバトラさんと会ったのは3つの時。3つってことは、あ、そっか、そうだね。記憶に留められているかも怪しいでしょう。たった2年で、後ろ宮家の親族会議から、あなたのいた気配は、拭い去られてしまったのです。まあ、そうとも限んないけどね。そうとも限んないけどね。別に、親族会議のたった2日間か3日間だけは、バトラのことを完全忘れてる、てか、話題に出さないかもしんないけど、まあ、とはいえ、残りの350日ぐらいのどこかで、バトラ君を元気にしてるかしらなんて思ってたとしても、別におかしくはないし、そのたった3日間だけを切り取って、そう断定するのは、まあ、ちょっと浅はかだよね。それが悲しくて、だから。今年も、バトラ様はお帰りになられませんでしたね。そうだね。彼が来なくて、寂しいかい。みんながバトラ話題に出さないようにしてるのに、こいつだけ話題出すのちょっと空気読めてない感じあるよね。なんか確かに意図的に話題に出してない可能性すらあるような。まあ、バトラのことを出しても、なんか気まずくなるし、特にルドルフとキリンにとって。まあ、だから、気まずくなるから、あえて話題に出してないっていう可能性もあるから、し、バトラっていう名前を出すと、ジェシカとかジョージとかも寂しくなるから、まあ、だからあえて話題を出してないっていう可能性もあるから、こいつマジ空気読めねえな。ガチで空気読めへんなこいつ。それはそのルドルフおじさんたちも彼の話を切り出さないし、どうやら僕たちが思ってたよりもずっとバトラ君は本気だったみたいだね。あいつ本気でもう帰ってこねえのかな。やっぱりあれは巣立ちだったんだよ。彼は新しい人生のステージに向かって羽ばたいていった。そういうことじゃないのかな。無鉄砲のはちゃめちゃなやつだったけど、ま、男ってのはそういうもんなのかもしれねえぜ。彼のことだからね、新しい生活もきっと順応して楽しく元気にやっていると思うよ。だから心配しなくていいと思うよ。ジョージ様に笑顔でそう言われ、私は戸惑う。彼が元気にやっていると思うから心配しなくていいと思うよって、どういう意味なんですか。バトラのことだから私たちのことなんかケロッと忘れて楽しくやってるんだろうぜ。うん、きっとそうだよ。そして僕はそれが一番だと思うな。バトラ君は自分と家族、そして亡くなったお母さんのことを考えて新しい生き方を自ら選択した。なら
その新しい人生にまっすぐに生きてほしいね。後ろ宮家のことなんて忘れてしまうくらいがちょうどいいよ。ジョージ様はそんなことを言って私に同意を求めるように微笑みかける。私はしばし呆然としてからすぐに表情を取り繕い、期待された表情を浮かべた。バトラさんが後ろ宮家のことも私のことも約束のことも全て忘れて普通に暮らしている？いや、今の話の具体的に後ろ宮家のことは忘れてるかもしれないけど、別に後ろ宮家にいた使用人のこととか、そのあの日交わした約束のことをまでも全て忘れてまでは言ってないよね。そんなわけない。あるわけがない。バタラさんと私は共に決意の日に向かって頑張ってるはず。気持ち悪いな。気性すぎやろ、マジで。あの時のたった一言だけで、なんかその、あたかもそれが全てであるかのように自分もそして相手もそれが世界で一番大事なことであるかのように捉えるのはちょっとさすがに気持ち悪いな。決意の日に向かって自分は頑張るならまだいいけど、なんか向こうも同じ熱量で頑張るっていう風に決めつけるのはちょっとさすがに気持ち悪くねえか。共にって気色すぎやろ。気色ね、これマジガチで気色ないか、これ。私一人が勘違いをしているわけがない。彼は約束してくれた。白馬ダメだこれ。白馬にまたがってが入る時点でちょっとネタに思えてしまう、マジで。てかそこはもういいだろ。白馬にまたがってはもうそこはもういいだろ。単純に迎えに来るでええやん。いやいや、白馬にまたがってはもうこだわらなくていいだろう。どう考えても白馬来れねえだろ、六軒島まで。どうやって馬持ってくんだよ。私がせがんだ言葉じゃない。私が彼のために生きる決意の日に迎えに来るって。彼のために生きる。彼のために生きるがまず抽象的でよくわかんないからな。彼が自ら約束してくれたんだ。私はあの日から2年もそれを信じてる。それを疑わせようとする神様の試練や悪魔の囁きに耐えて今日まで頑張ってきたのだ。すげえな。こいつにとっては神様も悪魔もどっちも敵らしいぞ。なのにジョージ様もジェシカ様もなんてひどいことを。いや、お前だよ。空気読まずに技出したらお前の方がひどいわ。バタラさんが私たちのことを忘れて新しい生活をしているなんて、どうしてそんな見てきたような嘘をつくのだろう。いや、マジ痛いな、これ。これ痛い話、これいつまで続くの。ちょ、まだこれしんどくない？正直。結構しんどいよな、これ。これ痛すぎるくね、マジで。こう言っちゃなんだけど。これ、マリアの1000倍ぐらい痛くないか、正直。いや、マリアは年が年ってこともあるから、多少多めに見るけど、マリアもなんか、全能の魔女だと思ってたとか、まあ、痛いことしてたけど、まあ、ちっちゃい女の子が言うっていう、というふうに考えれば、まあ、ある種可愛い部分もあるから、まだ許せるけど、こいつもう15、今中学生ぐらいか中学とか高校とか、そんぐらい年でしょ、もう。小学生じゃねえんだぞ、こいつ。いや、これさ、いや、俺はマジ痛いと思いながら、痛すぎると思いながらこの回想シーン見てるけど、他の人はどうなんですかね？どういう感想なんこれ。マジで気になるんだけど、これ、同情できるのかな？安に。同情できるかこれ。いや、なんか悲惨な、生い立ちがあるとかだったらまだ同情によっちゃあるけど、こいつ、なんだかんだこいつ結構優遇されてるよな、普通に。いや、どう考えても優遇されてるよな。
優遇されて、しかも事故中で、しかも最終的には大量殺人事件を起こすっていう、もう最低のクズ中のクズじゃねえかよって思うんだけど、どうなんですかね。他の人のマジ感想聞きたいな、これガチで。いや、俺はちょっとね、読んでてしんどい、痛すぎて。でもその夜、私は久しぶりにバターさんの夢を見ました。その夢のバターさんは、私が信じるバターさんではなく、ジョージ様やジェシカ様が話していた、何もかも忘れて新しい生活をされているバターさんの姿でした。朝、私は泣き晴らした顔で目を覚ましました。鏡の中の私は、もう待つことに耐えられないと、私に涙ながらに訴えました。今まで待ってたのに、どうしてもう待てないの？これは試練なの。だから彼を信じて、私たちは待たなきゃ。私たち。でも鏡の中の私がいいのです。鏡の破片よりも鋭く。彼との約束って、本当に私たちは約束したの？ジェシカ様も言ってたじゃない。夢見がちな女の子は一方的に勘違いすることがあるって。ジョージ様も言ってたじゃない。バタラさんは新しい生活に順応して、後ろ見やけのことなんか忘れているって。忘れてるのはもはや彼だけじゃない。私が訪ねなければ、島の誰もが彼の名前を忘れている。いや、そうとは限らんやろ。いや、絶対そんなことはないだろ。これ、なんでこんな決めつけんの、こいつ。絶対忘れるわけないやろ。どう考えても。これ、なんでこいつこんな断定すんの、マジで。謎なんだけど。やばい、こいつはほんと全部独りよがりなんだよな。自分の言うことはなんか、絶対だ、みたいな感じがちょっと、痛すぎるって、マジで。ルドルフ様さえ、もはや彼の名前を口にしない。だから、そうと限らんやろ。絶対口にしてるだろ。その親族会議の3日間は口にしないかもしんないけど、それ以外では口にしてるだろ。しないわけねえよ、絶対。私がこうして、彼の面影を思い出さなかったら、誰の心にももはや、彼は存在しなくなってしまっているのではないだろうか。なんかもう被害妄想みたいになってるよね。私は信じません。だから疑いません。バタラさんは今も絶対、約束を覚えていてくれます。私たちはずっと一緒になるために、互いの決意の日を待っているのです。バタラさん、私はもうしっかりと決意しています。あなたが癒しらないのは、それでもなお、その決意が足りないからだというのでしょうか。いえ、それをあなたと神様が試されているのでしょうね。ちょくちょく神様出てくんな。ちょくちょく神様出てくるな。だからこそ、私は耐えてみせます。必ずやってくる、約束の日に。だからお願いです。バトラさん、私のことを忘れてなんかいないという証が欲しいです。それは陶器のような私の心に走る一筋の日々。私はもう認めなければなりませんでした。私は何かとても恐ろしくて悲しいことに気づかないふりをしているのかもしれないことを。何かとても恐ろしくて悲しいことって なんだ?バタラさんが恋しい。バタラさんが悲しい。バタラさんが悲しい？バタラさんが辛い。どういうこと？バタラさん、あなたは今、私のことを覚えていてくれますか？いや、メンヘラやん、これ完全に。お、1年後。では本編3年前だ。いや、これ完全にメンヘラだろ。怖いって、だからマジで。いや、これ男だったら多分みんなね、怖いって思うと思うよ、これ。てかもう親族会議以外が、なんか、親族会議以外の回想シーンはもうなくなったのか。そして、バタラさんの姿を見ることがなくなってから、3年目の親族会議を迎えました。ベッドの数などが増えるのであれば、それは準備の際に知らされます。特に普段と何も変わりがないということは、今年もきっといらっしゃられないのでしょう。最後の望みを、私は近づいてくる船に祈りながら、船着き場に立ち尽くしていました。
よ、シャノンちゃん、今年も別品だね。別品。シャノンはあの客観的に見て可愛いのか。ほら、エンジェ、足元に気をつけて。いやあ、シャノン、やっぱり六軒島はいいね。ん？シャノンちゃんじゃなくてシャノンなんだ、そこは。早くクラウスおじさんもリゾート化すればいいのに。しなくていいわよ、もったいないわ。それもそうね。お久しぶりね、シャノンちゃん。背ちょっと伸びたんじゃない？本編の3年前だから、本編の時に19歳なんだよね。だから今16歳、まあ高校1年生か。まあ高校1年生だけど、年齢詰まってるはずだから、マイナス3したら13歳。え？あ、まあ13歳っていうか、ん？中学1年生かこれ。っていうことか。あ、じゃあ前まではまだ小学校か。そうだな。ありがとうございます。今年もいい天気や。こうして親族誰一人欠けることなく元気に揃うのは実にめでたいことや。それでは皆様、お屋敷にご案内いたします。やはりバトラさんのことは最初からいないみたいに忘れ去られていました。まあ忘れ去られたわけじゃないと思うけど、私の表情にはきっと悲しみが浮かんでいるでしょう。だってそのバトラーが6年ぶりに帰ってきて、エピソード1の時に最初みんなすげえバトラーのことを歓迎したからね。で、まあ、もちろんバトラーのことをみんな覚えてたから、だから忘れてるってことではないんだよな。 あえて名前を出さないようにしてるだけっていうことでしょう。私の表情にはきっと悲しみが浮かんでいるでしょう。それを誰にも知られたくなくて、私は親族の皆様方に背を向け、先頭を一人歩いていました。その時、唐突に、バトラさんの名前が誰かの話題に上り、ハッとしました。え、バトラ君に会ったんですか？元気にしてました？ええ、元気だったわ。先日、エンジェを連れて、ちょっとだけお茶をしてきたの。お茶をしてきた？どこで？ちょっと待って、どこでお茶した？アスムの家？これさ、いや、仮にもしアスムの家、まあ、アスムの両親の家だとしたらさ、アスムの両親からしたらこれ自分の娘の旦那の浮気相手だからね。自分の娘の浮気相手を家に入れるってことやからね。いや、そんなことあるか？いや、多分ないでしょ。そんな女許せるか？許せんやろ。絶対許せんだろ、どう考えても。絶対敵対的やろ、そこは。だから、まあ多分、なんか、どっかカフェとかなんですかね。驚きだった。キリエ様はバトラさんと交流を持っていたのだ。キリエ様が話すには、バトラさんとルドルク様の親子喧嘩はとっくに落ち着いているが、どちらも意地になってしまっていて、仲直りするタイミングを失っているのだという。またバトラさんも祖父母宅とそちらの学校での新しい生活に馴染んでおり、また厄介になっている祖父母の都合もあり、簡単によりを戻せないらしい。仕方ないわよ。バトラ君よりアスムさんのご両親の方がお怒りだったと思うもの。ですよね。いや、どう考えてもそうだよね。どう考えてもバトラよりもアスムの親の方が怒るだろう。もうこの喧嘩はバトラ君とルドルフさん二人だけのものじゃなくなってる。まあ普通に考えたらそうだわな。じゃあバトラはそのうち帰ってくるんですか？ルドルフさんと仲直りはするけれど、後ろ宮家に帰ってくるつもりはないみたい。あ、そうなんだ。仕方ないわ、気持ちもわかるもの。ん？どういうことだ？この3年間でわだかまりが少しずつ解けていることを知り、わずかに安堵する。アスム様のご両親のことを考えれば、確かに一筋縄ではいかないだろう。しかしバトラさん自身がルドルフ様をもう嫌っていないなら、いつかはきっと帰ってきてくれる。立派な姿になって、私のあなたへの決意はもう揺るぎません。
この3年間を悲しみ恨んだ夜もありました。しかし今となってはこの3年間は私にとって必要だった日々にも思います。だって私の胸の中にあったあなたへの淡い気持ちという恋の種は立派に芽吹き、あなたに再会できる日をつぼみにして待っているのですから。私は今こんなにもあなたへの気持ちに素直でいられます。私はあなたのことが大好きなんです。早く元気なあなたと再会したいです。その日まで私はこの恋の芽をあなたのために改め育てます。私はもうその日が来ることを疑わない。同じ空の下で私がこうしてあなたを思っているようにあなたも私を思ってくれていると信じています。彼の近況が私の耳に取れたのはきっとそんな私への神様のエールに違いない。神様の試練つったり神様のエールつったり、なんかこいつ神様を都合よく使っとるよな。ほんまにバチ当たるぞお前。だから神様に心の中でもう一つだけおねだりをしました。私のバタラさんへの気持ちが3年間一日たりとも揺るがなかったように、彼の気持ちもそうであったことが知りたいです。それをしようとすることが罪なのはわかります。でも今日は3年目という節目だからこそ、ささやかでいいからじっと我慢して待っていた私に神様からのご褒美が欲しいのです。そう祈りました。そうだ、バトラ君とみんなも随分長く会ってないでしょ。みんなも寂しがってるだろうから手紙を書きなさいって言って書かせてきたのよ。あ、それでその手紙にジョージニキとジェシカは含んでるけどシャノンだけはないっていうことかな。でそれにぶち切れる。それにとうとうメンヘラがぶち切れるか。え、神様へのおねだりが本当に叶って私の心臓は飛び跳ねるくらいに高鳴りました。バトラからの手紙？へえ、あいつ何を書いたんだろう。彼の近況でも書かれてるのかな。楽しみだね。キリエ様はカバンから茶封筒を取り出すとジョージ様に渡す。一通だけ？ジョージ様がそれを開けると数枚の折りたたんだ手紙が出てくる。これは僕宛みたいだね。一枚一枚宛先が違うみたいだ。はい、こっちはジェシカちゃん。サンキュー。なんかこのサンキューの顔かわいいね、ジェシカの。これはマリアちゃんにだ。まさかのマリア文もあった。読めるかな。後で読んで聞かせるわ。ありがとう。エンジェちゃん宛てもあるよ。あるんだ。エンジェ、まさかのエンジェ宛てもあるの。さすがにまだ読めないよね。読めるようになったら渡すことにするわ。読めるようになったら渡すことにする。これもし伏線ちゃうかこれ。伏線の可能性ある、もしかして。これいつか回収されんじゃねえの。ワンチャンあるかもな。こっちは元気で楽しくやってるぜ。だってさ、ならよかったぜ。あの、それで全部ですか？うん、これで全部みたいだね。ありがとう。ジョージ様は私に空になった茶封筒を渡す。空封筒のゴミを受け取ってくれたと思ったようで、ありがとうとお礼を言った。くさ、ゴミを回収しますって。なんか皮肉ってておもろいな。その中身は紛れもなく空っぽだった。バタラさんの手紙に私宛てのものはなかったのだ。なんだこの BGM は。おやおや、文面を見る限りバトラ君は随分元気に過ごしてるみたいだね。毎日が充実してるってさ。私の方にもそう書いてある。楽しく過ごせてるならそりゃ結構なことだぜ。バトラ君ったらひどいわね。キリエさんに手紙を書けと促されるまで私たちのことを忘れてたそうよ。
バトラ君らしいでしょ。ずいぶん生活が充実してたみたい。学校では女の子にモテモテみたい。女の子にモテモテ。なんか発言の一つ一つがシャノンにぶっ刺されそうで、ぶっ刺さるなこれ。へえ、それはすごいね。バトラは変に気ざったらしくて笑えるとこがあるから、そういうの好きな子もいるだろうな。へえ、それはすごいねって、なんかいやいや、これはちょっとなんか羨ましがってる感じがあるね。納得だぜ。後ろ宮家帰ってくるつもりはないのかしらね。ないみたいだね。僕の方に六軒島に行くことはもうないだろうって書いてあるよ。あ、そうなの。まあでもその割に、そっから3年後にまた来たよな。これなんでなんだろうな。これ六軒島に行くことはもうないのはなんでなんだ。その手紙の数々の文言も文言もすべて神様の試練だと分かっています。また神様の試練になったよ。こいつ神様のエールとかもう神様の試練とかもうなんやねんこいつ。手紙の数々の文言ってその神様の試練じゃなくてそのバトラのバトラの肉声だよお前。何がもう神様の試練だよ。バトラの肉声だよそれもはや。私は宛てに手紙がないことも、彼が六軒島のことを忘れて日々を充実して過ごしていることも、すべてはすべて神様の試練だと分かっています。どういうこと。どういうこと。彼は、神様は試しておられる。いや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 、なんかこういう書き方だとなんかまるでバトラが神様になったかのような。まるで神様イコールバトラ、バトラは神様に昇華したかのような言い方やなこれ。草だろマジで。私にだけ手紙がないのがその証拠。私にだけ、いやいやいや、他の例えばおじさんおばさんに、おじさんおばさんなんて手紙ないやろ。てか、まあ、使用人の分際でそもそも手紙もらえるって思えるのはある意味なんかねえすごいんじゃないそれ。逆にシャノン、使用人のシャノンにだけ手紙あったらなんかそれはそれでなんかちょっとおかしいよな。そう思いたい。でももうダメでした。あんたにとって大切な約束だったかもしれないそれは。まあその手紙によってそのもう信じられなくなったんだとしたら、まあまあある種そのキリエが手紙を書かせたこと、キリエが手紙を持ってきたことが影響してるっていうふうに言えるっちゃ言えるか。まああるいはそのシャノンがいないところで手紙を開封してたらまたそれも変わったかもしれないけど。バトラにとってはそうではなかったらしいな。そんな、それじゃあの迎えに来るという約束は。夢見がちな私の錯覚か。バトラにとってはちょっとカッコつけただけの意味のない言葉だったのかもな。意味のない言葉。それは当人以外にとってあまりに滑稽な物語。いや本当だよ。ゲラ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 笑いながら読んどるわ。バトラとの約束など錯覚に過ぎなかったのかもしれない。そもそも互いが互いを思い合う気持ちさえも本当に同じだったのかわからない。いや全くや。恋は錯覚。しかし互いが同じ錯覚をすることでその恋は誠となる。しかし互いの気持ちが異なればそれは滑稽でしかない。これがバトラの罪だ。バトラの罪。バトラの罪。いや重いな。いや重いな。マジかよ。それ罪になってまうのか。マジか。いやちょっと男がガキの頃に女の子に対してちょっとカッコつけたその一言が罪になるらしいぞ。
マジかよ。つら。約束と誤解させたこと。誤解させたこと。違う。え？え？それを覚えてさえいなかったことだ。覚えてさえいなかったこと。まあ覚えてなかったとも限らないけどね。破った約束ならなじることもできる、食いることも、あるいは取り返すことも。でも覚えてさえいないことは何も問い詰めることができません。まあ覚えてないってことはやっぱりあのどうでもいい約束だと思ってたってことでしょう。バトラさんを憎むことなどできません。バトラさんは約束を破ってさえいないのですから。そう、口約束があかんわ。ちゃんとそういうのはあの書類に書かなあかんね。あの書類の文面に書いてればね、よかったんだよ。そういう話やこれ。紙にお前サインしとけよマジで。約束、ただ初めから約束などなかった。ただただ悲しいだけの滑稽な物語。ちゃんと文章でね、証拠の残さなあかんね。私はずっとずっと泣いていました。枕に爪を立てながら涙で濡らし続けました。何かを憎めたらさぞ気が楽だったでしょう。でも何も憎めないのです。ただただ彼の気持ちが私の気持ちと同じに違いないと3年間にもわたって決めつけてきた自分の傲慢が情けなかったのです。わらわのせいだ。いやでも別に、まあ仮に約束を忘れていたとしても、まあ、とはいえ別にシャノンのことを大事に思っていないとも限らないし、まあ、何らかの機会で会えたら、またその、余裕を戻せる可能性はまだ残ってるわけだから、別にまだ可能性としてはね、残ってるわけだからね、絶望するってほどではないよな。私も何回も言うんだけど、お前が自分から行けよ、会いに。それが一番いい。わらわが無責任にも、バトラが約束してくれたかのように、そなたに不意調してしまったのだ。いいえ、誰も悪くないんです。私が彼の気持ちも私と同じだと決めつけてしまったから。約束こそバトラはしなかった。しかしバトラの気持ちは決していい加減なものではなかったはず。そなたのそれに比べれば確かに多少温度差はあろう。しかしそなたのことを好いていたのは間違いない。それだけは間違いない。まあね、それ間違いないとまで断言できるかともかく、その確かに その時にシャノンのことを本当に思ってた可能性はあるんだから、まあ、またね再会して揺れを戻せる可能性はあるんだから、別にそこまで落胆するほどのことでもないでしょ。やめてください。私が好きなように彼も私を好きだと何の疑いもなく信じてきました。慰めないでください。むしろ嘲笑ってください。私の胸は気づけば逃れられぬ鈍痛に貫かれていた。その痛みが何か胸に手を当てて考えるうちに思い当たる。それは私が胸の内に種をまき育てていた恋の芽。その根がキリキリと私の胸いっぱいに広がり、針金で引き絞るかのように私は苛んでいたのだ。それはまるで根というより私の心に走る亀裂のように見えた。痛みを抑えるにはこの恋の根を引き抜かねばならない。しかしいくら爪を立てても胸がかきむしられるだけ、恋の根はびくともしなかった。もしバトラさんのことが嫌いになってもう何の興味も見えもないのなら、この根はあっさり引き抜ける。引き抜いた後にぽっかりと空洞はできるだろうが、これ以上胸を痛めることはない。しかし根は引き抜けない。
こんなにも痛むのに、それでもなお恋の根は私の胸にとどまろうとする。そのまあその、まあ、使用人として、まあ、勤めてたとしても、まあ、休みの日はあるだろうし、だからシャロンはなんか新島になんか本を買いに行ったって言ってたから、そういうことは六軒島外に出るチャンスはいくらでもあるし、じゃあそういった時、そういう時に、まあ、ちょっと時間はかかるかもしれないけど、まあ、あの、本土に行って、で、バトラー探して、で、あの時の約束どうなってんねんっていうふうに、まあ、まあ、仮に、まあ、怒りでもいいから、その、直接話に行けば、すべて解決するのに、こいつが受け身の姿勢でずっと待ってるのがいけねえんだよな、マジで。私、今も、バトラーさんのことが、大好きです。会いたいです。いや、愛行けや、だったら。いや、死んだんじゃなくて、普通に生きてんだから、のうのうと暮らしてんだから、愛行けや。帰ってきてほしいです。なんでこいつ会いに行かないの、自分で。そう、なんで会いに行きゃええやんけ。いつか、きっと帰ってくると信じて、これからも待ち続けたいのに。ダメなんです。私のおいつに応えるように胸の締め付けは一層に強まる。バターさんを好きでいる限りこの痛みは永遠に続く永遠に続く。せやろか。永遠とは限らない永遠とは限らないよね。彼を好きだからこそこの痛みを抱いて、いつまでも待ち続けたい。でもジョージ様たちの手紙に書いてあった。彼はもう後ろ目駅に戻るつもりはないのだ。私のことも六軒島のことも忘れてしまっていて、後ろ目駅でない姓を名乗って新しい生活をしているのだ。そうなのか。戸籍とかどうなってんだろうな。私はこんなにも苦しくて痛くて辛いまま永遠に帰ってこない彼を待ち続けなくてはならないのだ。まあ永遠に言うとるけど、じゃあなんで6年後帰ってきたのちょっとそこがよくわかんないね。これも試練なんですか。まあなんかこいつなんか悲劇のヒロイン感演出してるけど、ただ単にこいつがあの自分でそう思い込んでるだけだよね悲劇のヒロイン感みたいな、なんかすげえ出てるけど、別にこいつがただ単にそうなんか妄想してるだけだよな。帰ってこない彼を永遠に待てと、神様はそうおっしゃるのですか。帰ってこない彼を永遠に待てと、いや待つかどうかお前の意思だろ意味わからんやろ。いや待つ待たないはお前の判断で決めろよ意味わかんない。何の試練だよ、そもそも。無理です。私は、バトラさんと一緒にいたいんです。それを願う試練が、これだなんて、あまりに、辛すぎます。それを願う試練がこれだなんて、あまりにも辛すぎます。いや、それはお前の被害妄想になっただろ。自分でなんか勝手に自分を追い込んでるだけっていう。痛すぎるよ。痛すぎるってマジで。読んでるこっちが痛くなってくるよ。ベアトリチは苦々しくうつむく。シャロンを無駄に励まさなければ、ここまで辛くなることはなかっただろう。胸に恋の種をまいたのは、確かにシャノンかもしれない。でもそれに水をやれ、諦めるなと無責任に生やしたのは自分だ。自分だ。ベアトリチもまた自らの胸をかきむしり、シャロンの痛みを共有しようとする。てか別にこのさ、ベアトリチは別にシャロンのことなんて別にどうでもよくね。冷静に、まあ実際は安イコールシャロンイコールベアトリチェっていうことにはなるけども、まああくまでも別人格として考えた場合、別にベアトリチェはもうこれ自分、魔法使いになったんだから、魔法使いの世界を別に堪能すればいいだけであって、別にシャロンのことなんてどうでもいいよねシャロンなんか知らんわっつって、別に自分の
幸せを謳歌すればいいだけなのに。なんでここまで親身に相談乗るの。これはわらわのトガだ。しかも元々はシャノンがなんか先輩だみたいな位置づけだったね。これ完全になんか同格みたいな。じゃあなんならベアトリチェよりもなんかシャノンの方がなんか年下みたいな。あの身分が下かみたいな、なんかそういう関係になってるけど、なんかもうそれもちょっと違和感あるね。ベアトリチェはぽつりとそう言った。あなたに何のトガがありましょうか。ありもしない約束の幻想を見せ、そなたの3年間を苦しめた。わらわがそなたの恋の目を育まねば、今のそなたはこれほどに苦しまなかっただろう。まあ励ましたのはベアトリチだけじゃなくてガープもいたけどな。こういう時はガープは何も言いに来ないのか。シャノ、冷酷に聞こえるだろうが聞け。何でしょう。バトラを忘れよ。恋の目などもとよりなかったのだ。いいえ、これは私の育んだ恋の目。どんなに辛くとも忘れることなどありません。しかしその痛みにもう耐えることはできないのであろう。まあでも実際、まあ、恋愛でなんかその胸が締め付けられるということはいろんな人がそういう経験あると思うけど、でその中で何年待つ何年耐えるって、このシャノン以上に1年2年3年5年とかやると、まあ、本当に10年とか待つような人もいるんじゃねえの世の中には。そういう人と比べたら全然ポンコツだよね、やっぱシャノンな。シャノンは何も言わず胸を押さえてうつむく。バトラが愛しい、その気持ちは未だに胸が熱くなるほどで、どれほど痛もうとも手放せない。すごいね。ガキの恋愛でそこまで。ガキの恋愛でそこまで。嘘やろ。小学生とか中学生とかの恋愛ですよこれ。それでそこまで。そしてこの痛みに気づかないふりをして3年を過ごした。もうその痛みに気づいてしまった。そして気づいてしまったらもう耐えられはしない。バトラへの恋の目を捨てることはできぬか。はい。だがそのままではその目は根はそなたを殺してしまう。どういうこと。どういうこと。どういうこと。人は宇宙を持たねば生きられぬ。宇宙。そして宇宙は知らんわ。一人では生み出せん。ちょっと何言ってるか分かんないですね。二人いるのだ。宇宙。何の話してんのこれ。そなたは恋の目という宇宙をバトラと二人で生み出した。バトラと二人で。本当か。その片方が欠けたからそなたの宇宙が壊れたのだ。その片方が欠けた。欠けたとする根拠は何なんやろな。手紙がもらえなかったから。人は宇宙は一人では何もなし得ぬのだ。意味がわかんない。申し訳ないけどマジで意味がわからん。宇宙ってなんやねん。ガチで意味がわからないんだけど。私の宇宙を生み出すもう一人のバトラさんは帰ってきません。ちょ、これマジで誰か教えてほしいんだけど、宇宙って何。何これ。世界ってこと。あのスピッツのなんかロビンソンみたいな、何だっけ、二人だけの国だっけ、そんな感じ。そういうこと。ならばバトラ以外のものと新しい宇宙を生み出すしかない。な、宇宙って何やねん。バトラさん以外の誰かと生み出すというのですか。その誰かをわらわが与えよう。誰かって何ですか。
そなたの心を、傷を埋め、癒してくれる存在だ。まあその恋人とかってなんかその誰かから与えられるもんじゃないよな。そやつはそなたを裏切らぬ。そう。そなたの新しい兄弟だ。兄弟？そなたに弟を与えよう。弟？お、与えよう。福音の家で仲の良かった実の弟のように可愛がってきた少年、そういう存在をそなたに与えよう。そういう存在をそなたに与えようっていうのは、つまり実際にそういう人がいるのではなくて、そういう設定の存在を、あの妄想人格を与えようってこと。そやつはそなたと二人で新たな宇宙を築くだろう。宇宙を築く。これ宇宙って何？妄想の世界ってこと？この弟と何？これ恋愛関係を築けって言ってんのかこれ。その弟がバトラさんへの恋の痛みを忘れさせてくれるのですか？そうだ。そなたには宇宙が必要だ。ではこの胸の恋の謎の BGM 何マジでどうするのですか。多分初めての BGM だと思う。謎の BGM 何これ。私のバトラさんへの気持ちは変わりません。枯れさせることなどできません。まあこれなんか仮になんか将来的にバトラがなんかあのどっかの女性と結婚した場合に、それでもなおあのバトラーの恋愛感情を持ち続けるのかな。いやそれはね結構マジで危ない存在なんだよな。わらわがその目を根を代わりに引き受けよう。あなたが。そなたは恋の痛みを忘れ新しい宇宙を作り直すことができる。恋の目はわらわが代わって引き受ける。わらわは痛みをも引き継ぐことになるが、わらわの持たぬ唯一の元素恋を知ることができる。ベアトリーチは恋を知りたかった。シャノンが人の世で知ったその感情を自分も知りたかった。もしバトラが帰ってくる日が訪れた時、まだこの目が枯れずにいてそなたが望んだなら、この目をそなたに返そう。それならばどうか。シャロンはうつむいたまま無言で小さくうなずく。まあでもその割に6年後にバトラーが本当に帰ってきて、でその時にじゃあシャノンがバトラーとなんかそんな感じの関係になったかって言ったら、まあなってなかったよね。まあそれはまあジョージと付き合ってたからってこともあると思うけど、この耐え難い痛みからの解放、そして恋の目を自分に代わり魔女に預けるのだ。シャロンは胸を覆っていた両手を開く。するとほのかな光がスーッと胸より出て宙に浮き、それがゆっくりと全てを光に飲み込んだ。まばゆい光が少しずつ収まると、シャロンとベアトリーチは向かい合ったまま、プラネタリウムのような広大な星空の球体に飲み込まれていた。漆黒の星空の海に二人だけ。シャノンはこの光景をどっかで一度見たことがある気がするが思い出せなかった。そして我は再び宣言する。世界を変更、恋の目をシャノンからベアトリーチェに。世界急になんか中二病っぽくなる。よし、とりあえず今回はもう時間なので、ここまでにしようかなと思います。恋の目、恋の根。そういうことか。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。